不安障害で主に使う漢方薬3種不安障害で副作用が気になる場合などに緊張を和らげる作用を期待する漢方薬を使うことがありますその代表例は次の3つです1半下香木等、不安全般を和らげ喉の詰まりにも効果を期待するタイプの漢方薬です処方薬でも錠剤があります2抑換算不安や緊張の改善のほかイライラにも効果を期待する漢方薬です高齢者のイライラに使うこともあります3 神キヒト、不安や緊張を和らげるほか、だるさや不眠にも効果を期待する漢方薬です。この薬も処方薬でも錠剤があります。